いいです。はい。座ったままの方がいいか。はい、それでは、こちら、ルーム A の方、VS コードエクステンション、インサイド VS コードエクステンションということで、お話しさせていただきます。木村と申します。よろしくお願いします。はい、ちょっと時間長いんで、座って進めさせてもらいます。はい。まずちょっと自己紹介させていただきます。多分ここいる方、ほとんどの方が、初めてかなと思います。木村修太と言います。Twitter アカウント、キムシューという名前でやっています。なんか、見覚えのあるような、ないようなアイコンの、でもよく見るとなんか違うっていう、そういうアイコンを使ってます。で、普段何やってるかというと、まあ、メーカー系のイベントで、FPGA だとか、マイコン使ったような作品、まあ、ハードとソフト両方ですね。を展示してたりします。で、なんか下にルービックとかピクカルとか書いてあるんですが、これまあ作品の名前ですが、このうちルービックっていうのが今日お話しする VS コードの拡張の名前です。で、関西で活動してます、電子工作を楽しむサークル、シリコンビっていう名前でやってるんですけども、まあサークルといっても実は2.5 人ぐらいのサークルなんですけど、の代表もやってます。で、普段どんな言語を触ってるかではなくて好きな言語としては、Ruby とか、で、最近はもう TypeScript もバンバン使ってます。仕事で使ってる言語ってなるとやっぱり C とか C++ がやっぱり多いんですけども、好きな言語としては Ruby、TypeScript があります。で、好きなエディター、まあ、VS Code です、もちろん。このアイコンだから当然ビーマーだよなとか思われることは多々あるんですが、VS コードをがっつり使うようになってから、ほとんど Git のコミットのロゴを書くときぐらいしかビームを使わなくなったという感じです。なんでそろそろこのアイコン変えないかなと思って、もう2年ぐらい経ちます。で、仕事何やってるかと言いますと、今、2年ほど前まで、某産業機器メーカーで勤めてましたが、独立しまして、今はフリーランス。の組み込みのソフトエンジニアをやってます。関西で、大阪で活動してます。で、本日話すことなんですけども、マイクロソフトビジュアルスタジオコードも、今回のお話の中ではずっと VS コードと呼ばせてもらいますけど、皆さん使ってますか？使ってる方？半分ぐらい。名前は知っているっていう方は、使ってる、もしくは名前は知ってるという方は、てか知らない方は挙げてもらった方がいいかもしれない。ほとんどの方が、まあ知っておられるか、まあ半分ぐらいの方は使っておられるということで。まあ何か一応説明しておきますと、オープンソースの、まあ高機能なコードエディターです。で、今日話すことは、まあその紹介というよりも内部構造の話をちょっと やらせてもらいます。で、さらに、その VS コード、まあ、プラグインみたいな形で拡張機能をつけられるようになってますが、どんなものが作れるのかとか、どうやって作るのかとか、どうやって検証をテストしていくのか、どうやって公開できるのか、といったところを、まあ、ざっくりと、で、ところどころ深く、説明させてもらって、で、先ほどちょっと、話しました Rubik っていう私の作った拡張機能の紹介等もさせてもらおうと思います。で、ちなみに今日この場ですね、まあ私、去年はもうこの .NET 600されたということなんですが、私来てなくて、で、そもそもマイクロソフトのこういう勉強、マイクロソフト系の勉強会にあんまり来たことがないんですね。なので、どういうことを、どういうレベル感なのかとか、どういう感じの雰囲気なのかとかを全然わからずに、とりあえず松岡さんに呼ばれるがままに来てみたっていう感じなんで、なんか今日来てから話を聞いていると、なんか質問でだいぶこう、中の人から刺されるっぽいことを聞きまして、あ、怖い怖いと思いながら、今ちょっと、内心ヒヤヒヤで、発表してますね。お手柔らかにお願いします。じゃあ、早速本題ですね。ベースコード。で、説明、VS コードが何ぞやの説明はもう飛ばします。で、仕組みの話にいきなり入っていこうと思います。で、VS コード、仕組み、まずどういう風に作られているかっていうんですけども、Electron という、フレームワークをベースにした JavaScript のアプリケーションです。で、右側にアイコンいっぱい並んでます。結構最近多くなってきました。今年アップデートされた Skype も VS、VS コードじゃない、Electron ベースになりましたし、で、VS コード一番左下にアイコンになっています。
あと、スラックとかもそうですし、ディスコードもそうですね。私が使ってるのは、まあ、それぐらいかな。スカイプとディスコードと VS コードとスラック。まあ、アドムも一時期使ってましたけど、今はもう VS コード一本にしちゃった。皆さんも使ってるサービスがちらほらあるんだろうと思います。これ何でできてるかっていうと、Chromium、のブラウザと Node.js をくっつけたものです。で、なんでまあ、基本的には Web アプリケーションといいますか、HTML ですね。で、UI は Chromium が見せている HTML。で、UI 上のその先ほど振る舞いを決めているのは、その Node.js 上で動く JavaScript。ということで。で、まあ、Chromium も Node.js もどちらもそうですけど、マルチプラットフォームなんで、それで作った Electron のプログラム、アプリケーションっていうのも当然マルチプラットフォームで動きます。で、VS Code に関して言うと、Windows と MacOS と Linux の3つのプラットフォームに対応しています。で、中どんな風になってるかというと、まあ、オレンジの枠で見えてる、UI に見えてる部分ですね、目に見えてる部分。が、Chromium のレンダラープロセスって言われるプロセスで成り立ってます。で、まあ、各ページごとに、プロセスが分離していて、で、かつ HTML の部分が画面として見えている。で、HTML の中の挙動を決める JS が、まあ、画面には出てないですけど、JS が HTML の中からロードされてて、で、そこがさらにメインプロセスと、通信をして、まあ、アプリケーションとして成り立たせていると。全部プロセス分かれてるんで、プロセス間通信を通して、つながってます。で、エレクトロンの場合は、まあ、ここまでなんですけども、VS Code の場合はさらに、まあ、今回拡張機能の話をするんで、拡張機能ホストっていう別プロセスがですね。で、この人ともまた IBC で繋がっていて、で、ここで、まあ、これから、この後で話していく、拡張機能の、JS か、JavaScript が動いていきます。で、VS Code そのものはどうやって作られているか、VS Code の仕組みのちょっと続きです。実装は TypeScript を使ってます。TypeScript については、まあ、Microsoft 製の、まあ、JavaScript のスーパーセットに当たるものです。かなりざっくり言ってますが、JS に静的な片付けと、オブジェクト指向などなどを追加したものだと思ってください。で、ここから先は割と私の感覚で適当に書いていると思いますが、まあ、マイクロソフトお得意の、インテリジェンスをがっつり活かせる言語だと。さすがはという感じがしました。タイプスクリプトの考え方が出てきた。で、やっぱり大規模な開発、ちょろっとその、小さなプログラムを書くぐらいだったら別に JavaScript でもいいんですけど、ある程度規模の大きくなってくる開発だと、やっぱりタイプスクリプトで書かないと、ちょっと JavaScript の生書きは辛い。で、どういう風にして使うかっていうと、まあ、タイプスクリプトと、っていう、まあ、それ自身もタイプスクリプトで作られてるんですけども、トランスコンパイラーがあって、で、それを通す、タイプスクリプトのソースコードをトランスコンパイラーに通すと、JavaScript のソースが出てくると。で、その JavaScript のソース自体も、まあ、一応読めるレベルのものが出てきます。ちょっと前後にこう、いろいろ、ごにょごについてたりすることはありますが、基本的に結構読みやすい JavaScript が出てきます。で、出てきた上で、うん、これをダマで自分で書くのはないなと思って、タイプスクリプトありがとうって言いながら、使わせてもらっているという勉強です。で、タイプスクリプトもオープンソースで開発が進んでいて、今は確か2ヶ月に1回かな、リリースのサイクルで、いろいろ機能拡張がされていってます。で、VS Code は、タイプスクリプトで開発するのに、まあ、タイプスクリプトでアプリケーションを作るのに、まあ、私は一番いい、ソフトかな、開発環境かなと思ってます。まあ、もちろん、コードのつかない方、Visual Studio の方でも使えるんですけども、まあ、VS Code そのものが TypeScript で作られており、そして TypeScript の一番の開発環境かなと思っています。で、VS Code の開発そのものは、まあ、先ほどもありましたけど、OSS で、で、GitHub 上で開発進められてます。で、github.com Microsoft VS Code っていうリポジトリですが、これあくまで本体です。VS Code 本体に、さらにその中に最初からプラグインされているようなモジュール等々いっぱいあって、まあ、Microsoft っていうオーガナイズ、GitHub のオーガナイゼーションのアカウントの下で、まあ、検索していただいたらわかるんですけども、VS Code っていう名前のあるディレクトリが、リポジトリが今100個以上あります。120何個だと、あったと思います。
で、もちろん全部が全部その VS コード本体に一緒にその同梱されて使われてるわけではないんですけども、まあかなりの数のリポジトリからなる、まあかなり大きなアプリケーションですね。で、アップデートに関しては、今月1回です。今の時点で、本日時点で 1.29 っていう、オクトーバー2018が出てます。で、月1回、だいたい月の初めぐらい、今月ちょっと遅れましたが、月の初めぐらいに、マイナーバージョンが1個上がって、1.28 から 1.29 になりました。で、なんで、来月もまだ12月の頭ぐらいに、次 1.30 が出るのかな。で、さらに、まあ、残念なことにと言うべきかもしれませんけど、だいたい出て、リリースが出てから数日後ぐらいから、まあ、1週間とかぐらいで、1、2回リビジョンアップがあります。出してみたものの色々、不具合があって、で、ちょっとこれは来月まで直さないかんっていうものが多分、選択されてですね。そういう重大な修正がありますんで、合わせると、まあ、月に2、3回更新がある。というものです。なんで結構開発環境としては更新頻度が、多くてですね。で、以前は特に Windows の場合はバックグラウンドで、更新ができずにですね、Windows の場合、ユーザーアカウント制御の、制御が効いてて、プログラムファイルズ以下にインストールされたもの、なんだ、管理者権限で、はいを押さないと、インストールできないというのがありますんで、そのせいもあって、以前は、手動でまあインストールするっていうのが、まあ月に2、3回発生すると。最低2回ぐらい発生した。ということで、結構めんどくさかったんですが、そこについてはまあ、マイクロソフトさんもよくわかっていて、どんどんいろいろな改良が進められています。で、今年に入って7月ですかね。もうプログラムファイルズの下にインストールするのをやめて、各ユーザーの、ユーザー権限で書けるところのディレクトリにインストールしようよっていう、ユーザーセットアップっていうバージョンが7月から搭載されて、で、だいぶまあバックグラウンドで更新できるようになったと。で、さらにまあ更新の速度を速めるような、工夫も、これは結構前からやられていて、エレクトロンアプリっていうのは、まあ、パッケージの作り方にもよるんですけども、かなり小さなファイルが大量にあるという状況が起こりやすくてですね。VS コードもそうでした。なんで、容量の割にすごい、更新というかインストールの時間がかかってた。で、まあ、すごい小さなファイルを大量に入れてるようなのがあって、それが時間かかってて。で、VS コードか、これは、何月か忘れたんですけど、確か今年入ってからだったかな。去年のかもしれない。ちょっと忘れましたけど、そういったファイルをまとめて一つのパッケージにして、まあ、ノード上からは別々のファイルとして、透過的にそういうファイルシステムが見えるっていう風にパッケージ化して、で、インストールを早めるっていうような工夫も、どんどんされてました。で、そういうのもあって、今はだいぶ、まあ、こっそりバージョンアップしているというか、バージョンアップがあるよって言われて、再起動だけすれば、ベースコードの再起動だけすれば、新しいバージョンが出れるという風になっています。で、インサイダーズ版として、次のバージョンですね、次期バージョンの試し版を取ってこれます。ウェスコード本体、青色のアイコンなんですけども、インサイダーズ版は今、オレンジかな。ですね。一時期オレンジと青がひっくり返った時期があって、いろいろ文句が出た上に、最終的にまた青に戻ったということもありました。で、VS コードそのものの話を一旦やって、次、拡張機能の話をしたいと思います。まあ、拡張機能とは何ぞやっていう話なんですけども、VS コードに各種機能を追加するアド、そのままですね。で、何ができるのか、ざっくり挙げました。言語のサポートの追加、なんとか言語を、Python に対応するとか、その Python のシンタックスハイライトができるとか、まあ、そういうやつですね。そういう言語です。人間が使う、日本語とか英語とかの話じゃなくて、プログラミング言語のサポートの追加。で、あとデバッグアダプターですね。デバッグを追加する。で、これが後で話させてもらう私の作った Rubik っていう拡張が使っているところです。で、あとは色テーマ。で、コードスニペット。キーマップ。で、次は、こっちは日本語とか英語の話の、
翻訳ですね。VS コードそのものの UI の翻訳の言語パック。で、拡張機能パック。拡張機能パックって何かっていうと、こんな拡張機能を、まとめて入れるための、まあ、言うたらグルーピングですね、拡張機能。複数の、拡張機能をグループするための拡張ですね。と、あとはまあ、その他です。で、どこで配布されるかっていうと、Visual Studio Marketplace っていうところで配布されます。で、私このスライドを作ってて、初めて気がついたんですけど、Visual Studio Team Service っていうのが、いつの間にか名前が変わってて、Azure DevOps なんですかね。で、そこでアカウント取れば、誰でも登録、公開できます。で、まあ、VS Code 入れてもらって、このなんか四角や、すると、この拡張機能が出てきますので、おすすめなのが、リソーサイド。私が普段使ってて、有効になっても24本ぐらい。で、種類をちょっと上げていきたいと思います。まあ、作り方もちょっと含めてなんですけど。先ほど上げた、9種類かな ?8 種類か。の中で、プログラミング言語のサポートの追加であるとか、色テーマとか、コードスニペット、キーマップ、拡張機能のバック。この辺は、まあ、JSON をちょちょいと書くだけで、基本的には作成できます。言語サポートはちょっと複雑なことしようと思うと、また別に、言語サポート用のサーバーを立ててと、そういう話になってくる。あれなんですけども、簡単なシンタクスハイライトとか、そういうものだったら、JSON のみで。原則としては、パッケージ JSON っていうファイルにコントリビューツっていう項目があって、まあ、そこでどういう拡張をするのか。VS コードそのままにどういうコントリビューツをするのかっていうのを記述したらいい。まあ、言語サポートの場合はなんかいろいろシンタックスだとかグラマーだとかその辺の、別ファイルで JSON で記述するというスタイルです。で、次。JavaScript ないし、まあ、TypeScript を含むものっていうのが、まあ、言語サポートの、複雑なパターンであるとか、あとはデバッガーだったら。で、まあ、その他何か自分で特殊な機能、ここにないような機能を持たせたいか。まあ、パッケージ JSON のメインで指定したタイプスクリプト、JS が呼ばれると。いうふうになっています。で、あとは特殊なもの、言語パックですかね。これは、今年の2月かな。2月ですね。2月から、入ったんですけども、VS コードそのものの翻訳の定義です。で、これは、言語パックとして、分離される前は、もともと10言語ぐらいの、言語の翻訳を VS コードの内部に全部、まあ、同梱する形で配布されてました。実際ダウンロードしてもらうときは何言語版を取ってくるとかそういうのはないんで、で、それは昔からなくて、で、すべての言語の翻訳が入っているという状態だったんですけども、今年の2月から、バージョンから、分離されました。で、ちょっと今、完全に分離されたのか、一部まだ残っているのかは、私ちょっと調べられてないんですけども、まあ、基本的には、日本語言語パックを合わせて入れると、日本語化されるという感じです。で、まあ、ここからは私の流水なんですけども、まあ、なんでそんなことをしたかというと、まあ、言語の対応をもうちょっと、多言語対応を楽にしたかったんだろうな、というふうには思ってます。過去にですね、バージョン上がって、新しい機能が使えるようになったけども、その新しい機能の名前がまだ日本語に翻訳されてないとか、若干翻訳が残っているとかがあって、で、その翻訳を入れるためだけにも、VS Code本体のバージョンを上げてアップデートするっていうのも、まあ確かに、まあ特定の言語に対する処理をするのも変な話なんで、まあそういうのをしやすいように分離して、進めたのかなとは思います。で、先ほどちょっからちょこちょこ出てきてたコントリビューションっていうものですね。コントリビューツって何ぞやっていう話をします。VS Code 拡張機能としてどういう拡張を持たせるかっていうのを記述する。まあ、パッケージ JSON の1フィールドです。で、VS Code は、インストールされている拡張機能のこの、まあ、パッケージ JSON 全部読んできてですね。で、追加された要素を自分の、まあ、VS Code そのものの UI とかに反映していきます。で、ただ、全部が全部の要素を、コントリビューションポイントで定義するわけではなくて、動的に JS 読み込まれてから JS の中で API 叩いて、追加していく要素もあります。で、コマンド、
あ、コマンドの説明ちょっと忘れてましたね。VS コードはコマンドっていうのがあって、まあ、コマンドパレットっていうのが、F1 とか、コントロールシート P だとか、で出せるんですけど、そこに、まあ、いろんな機能の、機能運命で、まあ、日本語とかで、登録されてるんで、でそういうコマンドを、独自で、まあ、定義して、拡張機能で独自で定義することができます。で、そういうのも、そのコマンドの ID と、で、実際に UI 上に見せる名称であるとか、カテゴリーを、コントリビューションポイントに定義します。で、ただし、コマンドの実際に振る舞い、だから、そのコマンドが呼び出されたとき、実行されたときに、JS の何を呼べばいいのかっていうところは、それは実際拡張機能が有効化されたとき、まあ、アクティベート時、後で説明します。アクティベート時に登録するっていうスタイルです。で、コンテキストメニューのクリックに対する振る舞い、何かっていうと、実物を見せた方がいいかもしれません。よいしょ。ちょっとこれ今、よいしょ。拡張機能特に入ってない状況なんで、何も特殊なのかわからないですけど、まあ、コンテキストメニューをリクリックしたとか、で、なんかここで選んでと。で、これ標準で入ってる項目しかないですけど、ここ、まあ、ここにこう、拡張機能でなんか自分のカスタムのメニューを足したりできますけど、そこをクリックした時の振る舞いですね。そういったものは、ちょっとまどろっこしい方法を取ります。コンテキストメニューをクリックすると、そのコンテキストメニューをクリックした時にどのコマンドを実行するかっていうのを記述するようになります。なんで、コントリビューツには、フーをクリックした時には、コマンドバーを実行してくださいって書いた上で、さらにコマンドバーが実行されたら、私の作った拡張機能がアクティベートされるようにしてくださいってアクティベーションイベントっていう、まあちょっと次のスライドで説明しますけど、で、登録して、で、さらにアクティベートが実際呼ばれた時にコマンドバーのコールバックとして、まあ何かしら自分の作ったバズ関数を登録すると、このバズ関数が、このコンテキストメニューの、クリックした時に呼ばれると。はい。実際に、はい、例えば今のコンテキストメニューだと、はい、どのあたりに挿入するとかいうのは、どうやって指定するんですか？ですね、グループっていう概念がありまして、ちょっと具体的な名前忘れちゃったんですけども、前の方に入れるだとか、後ろの方に入れるだとか、グループ名っていうのがいくつか定義されてるんです。で、そのグループ名で指定すると、そのグループの中で、あとは多分、挿入順というか、登録順になるんじゃないかなと思いますけど、だから、ざっくりとこう、どの辺に入れたい、上の方に入れたいとか、下の方に入れたいというのは定義があります。ありがとう。実際見てもらった方がいいかもしれないね。パッケージ JSON の。こんな感じですね。ナビゲーショングループに入れるとどこどこ入るとか、そういうグループを、ちょっとでも私はナビゲーションしか使ってなかった。ナビゲーション一番後ろだったと思います。ちゃう、前か。前ですね。ナビゲーション。なるほど。みたいな感じで、登録します。で、コマンドを呼んで、このコマンドのさらに実行する、まあ、ハンドラーというコールバックを登録するというですね。まあ、ここに直接関数名書くわけにはいかないので、よいしょ。で、JavaScript を含む VS コード拡張の仕組みについてもうちょっと深く掘り下げていこうと思います。最初にもちらっと述べましたけど、拡張機能ホストって言われる別プロセス内で動作してます。メインプロセス、まあ、エレクトロのメインプロセスとも、で、複数あるレンダラープロセスとも全部分離されます。で、VS コードとの連携には、まあ、RPC ですね。Remote Procedure Call が、まあ、IPC を経由して、構築されてて。で、それで、その API で、呼ぶようになってます。なんで、まあ、拡張機能ホストっていうのが1プロセスだけあって、ここにいろんな拡張機能、アクティベートされた拡張機能がぶら下がってて、RPC でやってます。という感じですね。で、じゃあどういう時にアクティベートされるのかっていう話なんですけど、これがまあパッケージ JSON にアクティベーションポイント、イベントとして登録するんですけども、いろいろあります。ちょっと文字ばっかりのスライドで申し訳ない。
特定の言語、プログラミング言語をエザイルで扱おうとした時とか、なんかこんなコマンド実行しようとした時とか、で、先ほどもありましたけど、コールバックの登録は後でアクティベートされてからなんで、先に登録されてなくても、むしろアクティベートしてもらうためにこのオンコマンドを書いたっていう感じです。で、あとはデバッグ化の拡張するときとかに使われます。デバッグ、オンデバッグ。で、VS コードの拡張は基本的に、ワークスペースっていうか、まあ、フォルダーなりワークスペースに結びついていて、ワークスペースやフォルダを閉じたら、全部アップロードされます。で、なんで、ワークスペースを開いたときに、アップロードされるというか、まあ、拡張機能ホストのインスタンスが、その時点で設置される感じですね。で、ワークスペースを開いたときに、まあ、特定のファイルがあったら、それをトリガーにして、拡張機能が立ち上がる。ルビックのこれ使ってます。で、あとは、私は使ったことがないんですけども、特定のファイルスキームですね。例えば、まあ、SFTP コールプラスみたいな。使ったときに発動するとか。で、ちょっと今日は、あんまり説明できないんですけども、特定のビューを開いたときとか。あとは、拡張機能用の URI が線があって、それにアクセスしたとき。で、特定のウェブビューを開いたとき。等々。あります。で、最後にアスタリスク書いておくと、無条件で VS コード起動したときに、ワークスペース開いてなくても起動するっていうのがあります。が、これはマイクロソフトさんも、本当にそれが必要なときだけにしてねっていうふうに書いてます。というのは、まあ、不必要なときにロードすると結局それでロード時間を食ってるんで、まあ、VS コードの起動を遅くしてしまうということで、まあ、本当にそれが必要なときだけにしてくださいねと書いてますが、割とアスタリスク使ってる拡張機能は見ます。まあ、めんどくさいんですよね。わかりますけど、気持ちは。で、そのタイミング、今説明したタイミングで起床するとどうなるかっていうことをちょっとざっくり流れていきたいと思います。で、起床タイミング、先ほどの起床タイミングが発生すると、まあ、メインで指定された JavaScript が読み込まれて、その中に activate っていう関数が、エクスポートされていることが前提になります。で、それが呼ばれます。で、該当のそのスクリプト上では、VS コードっていう名前の、まあ、モジュールというかパッケージが見えるようになってます。なんで、require VS コードってしてやれば、その、VS コードの、パッケージがロードされて、で、その中に、VS コード本体と、やり取りするための API がいっぱい入ってます。なんで、そこを使って、まあ、必要な機能の登録をします。ここですね。で、まあ、拡張する要素だとか、コマンドやら、なんか UI だら、で、そういうのに対して、まあ、応答をガンガン登録していくと。基本的に、JavaScript なんで、非同期動作はコールバックを登録して、そのコールバックの呼ばれたところで何かするっていう、そういうスタイルですので、何かしらのイベントであるとか、UI の操作である、まあ、一緒ですね、イベントですね。に、ガンガン、この関数を呼んでくださいと、登録していくような感じです。で、あとは各イベントが発生したときに、各々の拡張機能でやりたいことをするという感じですね。で、最後、ワークスペースを閉じたり、まあ、VS コードそのものを閉じるとき、まあ、deactivate っていう関数が呼ばれます。で、そのときに終了をすると。で、まあ、各種登録の解除とかリソース解放って書いてあるんですけども、VS コードの中の API 全部 disposable っていうオブジェクトになっていて、いわゆる dispose っていうメソッドがあって、それを呼んでやると、まあ、終了処理をするっていう、そういうインターフェースですね。で、VS コードの中の API で何かしら登録する系は全部 disposable なオブジェクトを返してきます。で、その disposable なオブジェクトをさらに、拡張機能のサブスクリプションっていうところに入れてやると、そのサブスクリプションはリアクティベートを呼ぶときに自動的に全部 dispose されるので、なんで、かっちり登録しておけば、基本的にリアクティベート何もしなくていいはず。何もしなくてもちゃんと自分で適宜ディスポーズ呼ばれるようにしておけば、基本的に終了処理はいらないという感じです。はい。で、VS コードのモジュールですね。どういう API があるのか。VS Code Namespace API っていうタイトルで、VS Code のサイトで説明されてますけども、拡張機能の内部のスクリプトですから見える特殊なモジュールです。
いろいろあります。まあ、全部あげませんけど、ざっくり説明すると、まあ、コマンドの登録系で、デバッカーの制御。で、VS コードそのものの、情報取得、演武ですね。で、あとは、インストール済みの他のものも含めて、拡張機能の情報の取得。で、あとは言語、プログラミング言語のサポート機能の取得。で、バージョン管理システム、支援。この辺、だから、Git 対応とか、この辺で作られてます。で、最近増えたはずですが、VS Code タスクの情報の取得。で、VS Code Window は、まあ、UI の拡張。これは一番わかりやすいですね。メッセージボックスというか、入力欄出すとか、なんかステータスバーに要素追加するとか、そういうものです。で、最後がワークスペースですね。今開いているワークスペースのフォルダどこやっていうのを取得するとか、そういったものです。で、実は API もう一種類あって、コマンドっていうやつです。で、リファレンスの説明のところのタイトル、コンプレックスコマンドです。コンプレックスってわざわざ書いちゃってます。まあ、いろんなコマンドがあって、そのコマンドにそれぞれに、まあ、引数と、戻り値が設定されてます。で、コマンドの名前が ID がついてて。で、VS Code Commands Execute Command っていうメソッドがあって、そこに ID と、で、あとは任意の引数をつけて呼び出すみたいな感じなんですが、まあ、例えばとして、VS Code Open Folder みたいなのがあったりもします。まあ、名前をつけて登録された機能です。で、VS Code 本体が登録したコマンドだけじゃなくて、自分自身も含めて、他の拡張機能が登録したコマンドももちろん呼び出されます。が、基本的に、VS Code モジュールの、先ほどのこっちですね。こっちの API を使うことがほとんどなので、コマンドを使うことってほとんどなくなりました。で、例えば、まだ API が用意されてないけど、コマンドなら相当するものがあるとかいう時に、頑張って使ってたぐらいです。ルービックだと1個だけ使ってますが、今多分、もう、代替するものができたんで、次のバージョンからはなくして、基本的にはコマンドを使って何かしらの機能を実行するってことはなくなるかなと思います。で、ちょっとここで、拡張機能で実際に何ができるのかっていうところをまとめてみたいと思います。まずできること。まあ、ちょっと先ほどの繰り返しにもなっちゃうんですけども、VS Code 拡張って、拡張 API で用意された UI 部品とか機能の作成追加はできます。なんで、通知であったり、メニュー項目、ステータスバーの項目。で、色とかテーマとかアイコンとか機能。で、独自の内容のための表示。これちょっと後で、ちょっと深掘りするときに説明しますが、Web View っていうこととか、エクスプローラーのところに、ツリービュー追加したり、デバッカー追加したり、言語サポート追加したり。で、状態取得。で、拡張機能個別の設定ですね。の取得、保存。ぐらいはできます。で、あと、Node.js 入ってます。で、Node.js 上で動いてるアプリなんで、システムのファイルシステム、その動いてる PC のファイルシステムへのアクセスだとか、で、ネットワークのアクセスできます。なんか、どこどこにアクセスするには、そのアクセスする URL を登録して、許可を、ユーザーの許可を得ておかないといけないとかいうのはないです。実際私のアプリ、拡張機能では GitHub とかにバーンってアクセスしていってます。で、次、できないこと。何ができないかです。これなんですけど、Electron の API 直接使うこと。これはできません。で、言い換えれば、VS Code 拡張 API でこういう拡張していいよっていう風に公開されていない。機能が提供されていないような UI の変更は一切できません。で、なんで既存の UI 部品の削除とか振る舞いを変えるっていうのは、なんかそういう専用の API が用意されているものは別ですけど、そうでないものはできません。なんで VS Code 機能拡張機能入れても VS Code は VS Code です。なんか全然違うものになるみたいな拡張は作りたくても作れないものです。で、VS Code 機能、本体の機能の変更もそうです。で、他の拡張機能が、まあ、API に公開している場合を除いて、提供する機能への干渉みたいなのも含めてそういうのはできないです。なんで下の黄色枠ですね。あくまで拡張であって、VS Code そのものの作り替えとか、見た目の、いや、振る舞いの変更はできない。これはもう Microsoft さんがもうそういうポリシーでやってるんだと私は思ってます。あくまで VS Code は VS Code。
ただまあ、こういう拡張もしたいから API 増やしてっていう要求はまあ、ちょくちょく GitHub のイシューでも上がっていて、まあ、まあ、ものによってはフィーチャーリクエストとして、そのうちと取り込まれたようなものも当然あります。まあ、そういうのを繰り返してきて、だいぶ充実してきました。昔はもっと少なかったです、これ。今だいぶ増えました。じゃあ、作り方です。時間が、あ、結構やばいですね。どうやって作るのか。基本的にはジェネレーターっていうのがあります。要コードっていうやつがあって、なんかこんな、ジェネレーターがあって、NPM のパッケージです。なんで、それを NPM、まあ、やんでも何でもいいんですが、インストールしてやると、コンソール上で対話形式で答えていくだけで最適に必要なファイルを作ってくれます。超便利です。で、まあ、その先なんとリファレンスの、アドレス載せてるだけというなんかお粗末なんですけど、基本的にはだからそれで必要なファイルが作ってくれますし、で、まあ、ちょっと、後でも言いますけども、テストに必要なファイルとかも、基本的に VS コードで拡張すること、拡張じゃない。VS コードで拡張機能の、開発をすることを前提に、まあ、VS コード用のファイルですね。.vs コード以下のファイル等が自動的に生成されるようになっています。あとは、まあ、その後何したらいいんや、みたいなに対して、まあ、リードミーとか自動的に生成される。基本的には入り口はここです。で、まあ、先ほどの API のリファレンスを見たり、まあ、あとはサンプルリポジトリがあります。例えばなんかデバッグアダプター作るとかだと結構複雑なんで、サンプルリポジトリが VS Code Mock Debug とかあります。ルービック作るときもだいぶ参考にしました。で、あとはま、他の拡張機能ですね。他の方が作っている拡張機能のソースも、まあ、もちろんライセンスを確認した上で、参考にするのがいいと思います。で、テストデバッグどうすんねんっていう話です。で、これも先ほどのジェネレーター用コードが用意してくれます。で、デバッグ設定がもうあらかじめ書かれたランチ JSON 書かれてる、書き出されてるんで、VS コード上でデバッグってやったらすぐ実行します。で、デバッグ実行するともう一つ VS コードのインスタンス立ち上がって、そこでデバッグ中の拡張機能が動いてます。まさにこれなんですね。今これ、私の Rubik っていう拡張機能ですね。Rubik VS コードを開発する方の画面で、で、これ実際下オレンジになってますが、デバッグ動作してます。で、デバッグされてる側というか、実際デバッガーで立ち上げてる側のインスタンスがこれですね。で、デバッガーで立ち上げられた方は、拡張機能開発ホストっていう名前がタイトルに付けられて、で、まあ、これがそのデバッガー上で動いているということで、ここで、Rubik がロードされているという状況です。なんで、まあ、こっち側で何かしら、コマンドの音等々に、そうですね。まあ、はい。コマンドの音等々に、ブレイクポイントなり何なり貼るなりして、で、こっちで何かアクションを起こせば、そっちに飛びます。で、テストそのものを、ジェネレーターで作ると、ソースの下にテストっていうディレクトリがあって、で、そこに、モカフレームワークベースのテストスイートのサンプルも生成されています。なんで、そこに、まあ、自分の追加したモジュールに対してもテストを書いていけば OK。なんとも楽な。まあ、テストを先に書かないかみたいな話もあるかもしれませんが、一通り必要なものは最初から、両コードが作ってくれるという便利なものです。で、かなり端折ってますが、じゃあどうやって公開するのかっていうところです。で、まずパッケージ化っていうのがあります。VSCE っていう、まあ、これも NPM でインストールできる、NPM のパッケージの一つで、で、このツールを使うと、VSC パッケージっていうのを実行すると、VSIX で、これ Visual Studio との共通の、フォーマットだと思うんですけども、拡張機能のパッケージが生成されます。で、基本的には、プロジェクトというか、その拡張機能のビルドしたフォルダーのファイル全部と、ノードモジュールのうちに関して、ノードモジュールズに関しては、デブデペンシーズではなくて、デペンシーズのもの、実際の実行時に依存するものだけを拾って、うまいこと拾って、VSC がパッケージ化してくれます。で、さらに、まあ、いらないファイルとかは対象外ファイル、情報として、VS Code Ignore っていうファイルに名前を列挙しておくと、まあ、それは無視してくれると。
で、VSIX っていうファイルが生成されるんで、で、これを公開するってことですね。で、実際どうやって公開するのか、です。同じく VSC 使います。で、VSC Publish っていうコマンドを打つと、パッケージの生成と公開まで全部行います。なんで、まあ、実際この VSIX そのものを投稿することは実はなくて、パッケージ作るところから全部、まとめてやってくれます。ただ私はちょっと、Ruby そのものは VSIX の中身を結構よく毎回確認するんで、パッケージ作ってからパブリッシュしてます。で、初回はまあ、アカウントのアクセストークン登録が必要なんですけども、このコマンド一発で登録、公開ができます。で、これまでの感じだとだいたい5分とか10分程度だったかなと思いますけど、マーケットプレスに反映されてます。8月時点で、これ前回のリークの更新なんですけども、その時点でそうです。なんで、まあ、人力によるいわゆる審査っぽいものはやってないだろうかという感じです。まあ、機械的に何かしらのウイルススキャンであったりとかはやってるとは思います。印象としては、公開自体かなりお手軽。で、リポジトリのトップに readme.md を置いとけば、それがマーケットプレスのページで説明としてガッと展開されて、出てくるようになっています。リードミー書き間違うと次公開するまでリードミー書き換えられないとか面倒ですけどね。GitHub のマスター更新しても反映されない。ということで残り5分切ってるんですが、私が作ったどんなものかっていうのを説明したいと思います。Rubik っていう名前です。マーケットプレスのページでこんな感じです。アドレス一応貼ってありますが、まあ、VS コードが拡張機能のところで Rubik って名前で検索したらできます。で、何をやるやつか。スクリプト言語で組み込みマイコンボードのソフト開発をするための開発環境。ということで、MRuby で開発できる運営させてのマイコンボード。実践点を後ろの方の画面で見てみましょう。このピンクのボードです。ちっちゃいピンクのボードです。これ、ビライブラ。これの、公式開発環境として、まあ、ネネサスさんにどうも協力で、やってます。で、もともとこれ、Chrome アプリス作ってました。当時は Coffee Script っていうので書いてました。時間が足りるかな。こんな感じ。よ。こんな感じの、動かしたいですね。まあ、こんな感じの、これ Chrome アプリです。で、ただ、Chrome アプリってご存知の方もいるかもしれませんけども、2016年にもうやめるって配信、告知されまして、で、その動きもあって、で、VS コードがだいぶ便利だなって私も気づいたのがあって、2017年に今の形 VS コード拡張機能に作り変えて公開しました。で、まあ先ほどからちょっとチラチラ見ててますけど、やりましょう。こんなやつです。なんかボードのカタログを出して、接続するボードを選んで、ちょっとなんか開発中のいろいろ見えちゃってますね。まあいいでしょう。で、選んで Ruby で、まあ mRuby でプログラム書いて実行ってすると、こっちに転送されて、ここでプログラムが動くってやつですね。よいしょ。はい。で、時間がなくなってきました。で、まあ29年、今年中にやりたかったんですけど、ちょっともう来年になっちゃいそうですけど、対応ボードの拡充。まあ、さっきチラッと見えてますけど、M5 スタックとかあの辺対応させるっていうのやってます。で、ちょっとここは飛ばします。秋月で変えます。秋月で GR シトラスって検索してください。で、どういう拡張してるかっていうと、コマンド追加したり、あとエクスプローラーにツリー追加。今ここ全然まだ出てないですけども、ここにもう一個アウトラインとシトラスの間ですね、ルービックで増やして、まあ実際ボード上に登録されてる、ボード上にもフラッシュメモリ載ってて、そこにファイルシステムがあるんで、そのファイルシステム上のファイルがここにもレックされるようにしようとか。で、ステータスバーになんか、ボードの名前とか、シリアルポートで繋がってる、シリアルポートの名前とか出る、こんな形ですね。で、あとは、ちょっとこれだけだとまあわかりにくいんですけども、デバッグアダプターを追加して Rubik っていう名前のデバッグが登録されること。それを呼ぶと、まあボードと通信して、プログラムを振り込んで実行させると。で、他、これですね。Rubik ボードカタログっていうのがあって、まるまる1タブ分、独自 UI が出てくる。今一番開発に時間かかってるところです。
で、あとは、まあ、専用の、ルービック専用のファイル、ルービック .json ってのがあって、それでものスキーも入れるとか、そういうコマンドもあったりとかできます。ということで、時間がある限り、深みへちょっと入っていきたいと思います。ネイティブライブラリ。いわゆる C で書かれたライブラリ、NPM のライブラリってある、一部あるんですけども、使えるんだろうかっていう話です。で、一応使えます。ただし、バイナリーに結構注意が必要で、普通にそうした場合はもういいわけです。VS コードで使う場合、まあ、NPM とか YARN とかでパッケージ入れた時の環境、いわゆる、まあ、我々が開発に使っているパソコンの環境と、実際モジュールをロードするエレクトロンのノードっていうのは、大概バージョン異なります。で、ビルドしたバイナリーってノードとノードモジュールズっていう部分のバージョンに強く依存して、バージョン感、互換性ありません。でさらに、VS コードマルチプラットフォームです。Windows で作っても Mac で使う人もいます。で、ただ、ルービックはシリアルポートへのアクセスがいるんで、どうしてもシリアルポートの API を叩きたい。それ JavaScript じゃできない。ということで、パッケージ化前に無理やり、バイナリーを差し替えて、今対応している、VS コードのプラットフォームとノードのバージョン、過渡期にはその古い方と新しい方の両方を全部抱き合わせるっていう、すごい面倒くさいことをしています。で、ノード、VS コードの採用しているエレクトロンのバージョンに当然採用されます。気づかないうちにエレクトロンのバージョン上がって、ノードのバージョン変わってた。で、ルービック読み込めなくなったよっていう事件が過去に発生して、まあ、今はそこを変わったら、私のところにメール飛んでくるように監視はしてるんですけど、まあ、正直めんどくさいですし、やるべきじゃないです。で、マイクロソフトも実は指針として、出してます。ネイティブノードモジュール使っていいの？いや、できるけど、We do not recommend とはっきり書いてます。で、あ、時間が、なくなりましたね。おっと。じゃあ、続きは、あと一言。まあ、WebView っていう、一画面丸々見せるものがあったり、小ネタは後で気になる方は聞いてください。スライドは公開されます？スライドは公開するつもりです。はい。じゃあ、続き、こう、より細かく。そうですね。別途、後で後ほど、はい、はい、聞いていただければと思います。はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。